久保さん今回継承の「章にしましょうか「小」上から下に手渡せる受ける受け継ぐ受けたまわる他人の意図を受け入れる受け引く小受けたまわる受ける、はい、まああの僕たち人間っつうのはまああの人間じゃなくても動物はまあやるべきことって DNA を残すことまあそれが何だろうなあーまあ絶対的なとこではないです 人間は考える力もあるのでその子供を残さないという選択ももちろんできるしだけどあの人間みたいな脳が発達してない動植物っていうのは常にその子孫繁栄でこうそれを繰り返してますよねずっとだからまあ本質的なところを言うならば自分の DNA を残すっていうのがまあベタな、まあ、本,本質なのか分かんないですけども。 まあ生物としてまあなんだ植物とか野菜とかも全部そうですけどタンポポとかもねこう花が咲いたらなんかタンポポになっあのふわふわになってねふわふわが飛んで種をねこう飛ばしてね花でも全部そのまたその命をつないでいく継承していくっていうことを繰り返してるわけですよね。この時代を振り返ってももし動植物人間も含めて全部それをやらなかったらもう地球上に何も存在しないので。 だからまあ役目というかまあまあ生まれてきた意味があるとするならば自分の DNA を残していくっていうことなんじゃないかなとは思うんですよだけど残し方もいろいろあって今はテクノロジーが進んだんで自分の考え方だったりとかあ自分の発信っていうのを残すことはできるんですねで僕はあのーまあ、死ぬ前に思ったのがあの松下幸之助さんとかの本を読んでと思ったのが そう松下さんってもう死んでるわけですよねで死んでるんだけどもその死んでる人の本を読んでね何かを感じて何かあのー、この感じる学びがあるっていうのはこれすごいことだなっていうのは僕は思ったわけですよ。まあ、あとね今ソクラテスのソクラテスとかも2,000年前ですか2,000年前にかなんかやられてたことを今勉強してねあそういう考え方があるんだっていう今の自分の生きる うことにこう役立たせているできるまああの宮本武蔵さんの話もしましたけど何百年前の人ですよだけどもしその何百年孫子の兵法とかもそうですけどそれが残ってなかったらそこから学びを得ることはできないですよねで僕たちは残せるんですよ情報をねだから僕はなんだろうなあ情報の DNA を継承するというかね、まあ、その考え方の DNA を継承するというかうん まあその人間しかこれはできないことかなと思いますね。サルさんとかキリンさんとか情報を残すってことはできないと思うんで字も書けないし。ね。だからマヤ文明とかもありますけどなんかその昔,その昔の言葉でこの言語があってねそれがこの今もまあ解読しないと分かんないですけどうんなんかそういうことができるのが人間なんでんまあ僕はまあ 発信は続けてって、まあ、YouTube もこれね、残ってるんだったら残るだろうし、うん。何かその、まあ、力ですけどね、微力ですけども、生きてきた価値が、何かそれが、僕の発信をもとに何か変わる人が何人かでも出れば、それはなんかそれはそれで良かったんじゃないかなと思いますね。普通にその DNA を残していくってなったら、 うーんまあ、日本は一夫多妻制ではないのでだいたいベターで言うならば1人の人と結婚してその1人の人と子供を育てるっていうのがい、まあ、日本だと一般的一夫多妻制じゃないから、ねまあ、石,田石田純一さんとかはちょっと別枠ですけど <laughs> あのまあまあまああのんなんだろうなああまあいろんな人いますけど でもそれだけが全てじゃないというか、他にも残せる英知とか知恵とかね、アイディアだったりとか考え方っていうのは残せるので、自分ができること、これからもやりますし、発信していくし、別にやんなくてもいいんですけどね。僕は松下さんの本を読んでて、そう感じたんですよね。すげえなと。 まあ、あと、まあ、この鹿児島にはね、西郷隆盛さんのね、銅像があるんですけど、まあ、銅像を作ってもらえるような銅像を作ってもらえるような人間にはなれないけれども、多分なれないんですよ。鹿児島に西郷隆盛の銅像がありますけど、その隣に吉谷拓郎の銅像が並ぶことはまず100%ないと思うんですけど、ただ、西郷隆盛にできなかったことは僕はできるぞと。あの時代になかったことは今、テクノロジーが進んでできるので、うーん。 銅像は残んなくても動画は残せるぞと。うん、本をね、あのー、残すことは、まあ僕はい、一応本を1個出版できましたけども、あのー、松下さんみたいにね、そんなすごいいっぱいいろんな本を名著を出せるわけじゃないので、だけど動画を出せると、うん。だから残していく、継承していくっていう気持ちがあるから、他の人と違った発信もできるし、人とは違うほど継続もできるし。 うん、もちろんビジネスもやってるっていうところももちろんありますよ。ビジネスをやるために集客するっていうためにもあるんだけども、いろんな要素があるので、それだけじゃないですから。うん、なぜならば、やっぱね、単純に嬉しいんですよ。なんか単純になんだろうな、うん、ありがとうって言われて、なんか嫌な気持ちになる人いますあんまいないと思うんですよね。まあ僕は塾を運営して、久保さんも言われるようになったとは思いますけども、即可塾を通してね、 なんか人生変わりましたありがとうございますって言われると思うんですけども嬉しくないですか,かやっててよかったなっていうだから僕は仕事にやりがいがあるしやっててよかったそれを言われれば言われるほどやっててよかったなと売ってよかったなとかね発信しててよかったなってなるし、うん、まあそのね何万人とか何十億人に影響を与えることはできないけれども、まあ、何人でもいいんででも普通に生きてたら DNA を残す残せるのは普通に とって家族しかいないと思うんですけど血液がつながってなくても英知考え方は継承できるとこれがね情報発信の方が素晴らしいところじゃないかなと別に血縁関係関係なく考え方は継承できるしでその考え方を継承することによってこれから生きていく人のまあ何かお役に立てるというかね うん、役に立たなくてもいいんだけども、役に立った方がいい。役に立って死んでた方が僕はいいかなっていう。うん。だ前も話したと思いますけど、前の動画かな、親孝行しなくても、まあそれするかしないかは別ですけども、親孝行できればしてしん死んでいきたいですね、僕は。あなたがね、親孝行なんかどうでもいいと思うんだったらそれはそのいいんだけども、親に孝行するのか、他人に孝行するのか、どっちもいいじゃないですか。うん。だからどっちもできるんだったらどっちもすればいいだろうし。 だからどう,どう,どう死に様というかねどう死んでいくのかっていう何を残して死んでいくのかっていうのが、うん、僕は結構大事かなと思いますね。うん どうせみんないなくなっちゃうんだけどもテクノロジーが発達したことによっていなくはなるけれどもなんか残すことはできますよだから上島竜兵さんも今はもうなくなっちゃいましたけど映像コンテンツで多分昔の映像を見て元気をもらえる人もいるし志村けんさんの映像を見てまた元気になれる人もいるだろうしだから残せるんですよねそれが昔はテレビ番組に出る人しかできなかったけども今は個人でこういうふうに動画でいくらでもできるので、うん、だすごい時代になったなと思いますね、うん いっ,てらっしゃい